はいどうも、皆さんこんにちは。こんばんは、ミヒトです。今回は、シャドーバースの方をやっていきたいと思います。また、再び開催されました、ローテーションの方ですので、グランプリ。あちらの方で、私、やっと、というか、早速ですかね、なんとか、行くことができました、A グループ。ということでね、ちょっと今回は、この、ロイヤルの、並べるの多分もう無理だなと思ったんで、ちょっとね、少し変えた、ルミナス騎士団の旗印を使ったロイヤルデッキの召喚になります。このデッキの方でね、僕はなんとか A ブロックに行けたので、ちょっと紹介していきたいと思います。まあ、参考するのは、この旗印アミュレットをなんとかしておくことが絶対ですね。で、その後は後半、ローラン、ヒデオ、スカイフォートレスっていうのが一番強い動きですな。一つちょっとここで、リプレイをお見せしたいと思います。解説付きで。それでは行きましょう。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブーミヒトチャンネル。はい、それではリプレイ開始です。敵さんはウィッチでした。敵さんがウィッチの場合は、どんな敵だったかまず考えると思うんですけど、本気で行くわ。進化拳は、9ターン目までには必ず使わせておかないといけないです。なぜかってルーニーからの無謀の魔女っていう動きがもうひどいんで、はい、ボッコボコにされた記憶があるんでね。で、敵さんがここで最初に知恵の光を使ってきたので、スキルかスペルを軸にしたデッキなのかってことで、まあ、とにかくフォロワーをいっぱい並べつつ敵さんに進化拳を切らせることを意識していきます。ルーニーなのかギガンテキマイラなのか、今はウィッチいない、ウィッチってドロシいないと思ってたんで、まあ、ドロシ落ちてますからね大丈夫だと思ったんですけど、敵さんここで、なんだったかな、マナリアの知識で、防刃を引いたので敵さんはウィンドブラストで僕を取ります。おそらく今引いたんでしょうな、イニシエのヒデオ。ここはルミナス騎士団の旗印をなんとか置きます。で、敵さん4ターン目なんですけど、マナリアの防刃で、残りのニコスは何もしてきませんでした。あー、だったらあっちも進化拳は使いたくないなーってことで、イメラを。純白に染めます。これで有利トレードしつつ、ステータスが1-1上がってるので、なかなかいい感じじゃないかなと思ってた時期がありましたなかなか強いですよね、このノバフレア。きっついんですわ。で、ここは今手に入ったセリアでコラを並べていきます。この重厚なる盾を見よう。で、敵さんの6ターン目何してきたっけ。ああ、精神統一からのなんだっけ、知恵の光で、ノバフレア、ゴーレムの連成。あれ、何してきたっけ、どう覚えてないの。これで決めるわ。これで決めちゃうよってことで、一応一回進化拳を切らせたんですけども、まだルーニーが出てきてないので、もしかして手に入ってない。ここでルミナスメイジが引けたので、ルミナスメイジを進化して、あ、敵さんに絶対進化拳を使って取らせようとレビィとかが入ってたらあれなんですけど、若い方のレビィは土がないと全体にいかないんで、まさかスペル軸をしたウィッチ入ってるかって思ったんで大丈夫かなって。はい、2枚目のノバフレア。まあ、セリアは生き残るんでなんとか良かったんですけど、ウィンドブラスト失策です。つらかった。ここはマーズと何でしたっけ、嵐にやり使いか、あ、違う、ヤエバネズミだ。あ、そうだそうそうそう、ゼウスだった時のことを考えたのか。ゼウスっていうか神社神社だった時のことを考えてこうしました。精神統一の2枚目、ルーニー行きました。で、ここで進化球を使ってきたので、あ、無謀の魔では多分入っていないんだなと。声が聞こえます、世界の声が。燃え尽きたよ。ルーニーが入ってるけど無謀は入っていないとなると、これはギガントキマイラだなと思ったので、撃滅戦、イニシエの英雄。10体力ありますのでね、なかなか強いですよってことで、マジックミサイル。まずギガントキマイラ使ってきませんでした。マナリアのマダン3点ダメージ、私に1点、ガーディアンの
冷静、しかし進化系はないのでダメです。導きの予言、未来よ。まあ、滅びの方じゃなかったんです。これは良かったかなと。滅んでたら大変なことになってたんで。そして魔法剣、キャー、めっちゃくちゃスペル使ってるよって。まあ、ここはスカイフォートレスで守護も張り付ける。これで有利トレードしつつ進化しながらダメージを与えていきます。ニシエネユがポケモンのスタッツ。さて、敵さんの体力が残り5といったところで知恵の光からのギガントキモ、なんと24点ダメージ。痛い、ギリ耐えるって。もう勘弁してくれって感じですよね。でここは先人の騎兵と、ここ間違えたんですけどね、マーズが先だろうと思ったやつです。はい、やらかしました。マーズが先だったらトレードはできたんですね。前だけを見つめて、お呼びですか。戦は続く、もっと熱く。戦は続く、もっと熱く。まあ、ギガント・キマイラ1枚来たんで、まあ、2枚目はさすがに、2枚目はめちゃくちゃ事故ってるでしょうと思ったので、暗殺術を使っていきます。暗殺術はできることならね、持っておきたかったんですけど、まあいいかって。ガーディアン・ロレンセ。キマイラ。やっぱそいつらも入ってるので、やるじゃねえか。はい、2体目のルーズ。はい、キマイラ、守護が並びつつ、このスタッツのご利用しか、と。いや、きついなぁ、と思ったんですけども、神引き。ワルツで守護を取ります。マダン、取った後、セリア。絶望、全ては闇の中ですわ。で、進化系が一つ残ってるので、勝ちです。いやー、アーサー王がちょっとネクロマンサーのアーカス、アキス、あの人が出たことによって、ちょっと、すぐに取られちゃうようになる、なったかなと思ったんで、ちょっと、ミハタってどうなんやろうと思って使ってみたんですけど、ミハタめちゃんこ今強いです。ロイヤルの希望かもしれません。皆さんもぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。